皆様こんにちは、ナエオンラインです。本日は動画広告がテーマとなっています。今動画広告を取り入れる企業がどんどん増加しています。そこで動画広告を作成するクラウドサービスを提供して VO のサポートを行っている株式会社リチカデジタル広告部の部長の砂川様をゲストに迎えて、動画広告は本当にハードルが高いのか、メタル、実際に効果の出る動画広告の作り方などをお聞きできればと思っております。砂川様、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずリチカ様について簡単に教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。私たち株式会社リチカと申しまして、リチカクラウドスタジオというものを提供させていただいております。もともと設立は2014年でできて8年ほど経つんですけれども、もともとは制作会社でウェブの CM が1本数百万円で撮影まで受けようというところをやらさせていただいておりました。ただそこから動画のハードルすごく高かったりとか、俗人化したりっていうところがありましたので、それを誰でも簡単に作れるようにするというところで、リチカクラウドスタジオというツールをご提供させていただいております。一言で言うと、誰でも簡単にマーケティング動画静止画の制作運用ができるサービスとして提供させていただいております。世の中にアドビさんですとか、いろいろと動画生成ツールあるかなと思うんですけれども、エイサーは特にマーケティングに特化しているというところが違いとなってきております。どのようにマーケティングに特化しているかでいきますと、ヤフーさんですとかフェイスブックさんといったプラットフォーマーさんと認定のパートナーをいただいておりまして、ここでプラットフォームさんと連携させていただいた中で見えてきたクリエイティブ成果、どういうものが出るのかというところを言語化して、それをフォーマットとしてツールの中でも提供させていただいているというところになっております。で、大手事業会社出身にですね、2000社以上で支援実績が出てきておりますので、こういった支援した中から成果もフォーマットにナレッジとして落とし込んでいるというところが弊社の強みになっております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ほとんど2000社以上支援されているということで、本当に動画も実際の運用からの効果検証とかから当たる動画をどんどん積み上げていっているデータとして、そうですね、はい、代理店さんも含めていろんな企業さんに活用いただいているといいますか、支援させていただいているというところになりますね。はい、ありがとうございます。では早速なんですけれども、やはりデジタル広告の中で動画広告というのは伸びているんでしょうか？はい、結論伸びております。こちらサイバーエージェントさんが出している動画広告の伸びの予測資料になるんですけれども、2020年までから2022年までで倍近くまで増えてきておりますと。で、さらに今後3年間ぐらいかけてどんどん伸びていくよというところが見えております。さらに倍になるんですね。はい、どんどんと。思い出していただけると分かりやすいんですけど、例えば TikTok が始まったのって2年前から、YouTube ショートが始まったのってここ半年ぐらいだったりするので、どんどん面も増えております。このデータから見て分かるように、伸びていて、動画できることが当たり前っていうところになっております。面が増えているところも含めてですけれども、市場の変化としては2つありまして、お客さんとかお客さんの接点が多様化しているよというところと、プライバシー保護の流れっていうのは、動画広告のみならず広告の領域であるのかなと思ってます。コロナ禍になって自宅にいるケースが増えたりとかしているので、動画のコンテンツを見るっていう人も増えておりますし、広告の方で行きますと、クッキーレスとかもより加速していて、プライバシー保護が注目されているので、ここに合わせてクリエイティブを作っていくっていうところが重要な、二つの環境変化あるのかなと思っております。やはりコロナでリアルの接点が最初は取れなくなったっていう状況から、やはり動画とかウェブのところに入ってくることが多くなったってことですね。おっしゃる通りです。まさにです。はい。動画をどんどん進めていくのが大事っていうことになりますでしょうか？そうですね。動画進めていくというよりは、今申し上げたようにどんどん広がっておりますし、今後こういった環境の変化もあるので、どんどん加速していくと思います。なので動画できることが当たり前のになるんですけど、動画だけやっててもいいっていうわけでもなくてですね、成果を出していくという観点では、静止画と動画両方ともやっていくっていうところが重要かなと思っております。なので、静止画ばかりだったところが動画に置き換わるではなくて、動画もやることが当たり前になってくるっていうところになっております。なるほどです。今までの静止画広告を出してた企業も、動画を合わせて動画に置き換えるんじゃなくて、一緒に作用させていくっていうことが必要になってくるということですね。おっしゃる通りです。もう、去年、一昨年ぐらいまでは動画やっていると最先端ですよ、みたいなところの失教感あったんですけど、もうそうではなくて、当たり前にやることだよねっていうふうになってきているのが今の
状況かなと思っております。弊社のクライアントでもやはり動画広告、取り入れている企業ももちろんあるんですけど、やはりまだまだやってない企業様の方が多いかなっていう印象があるので、先ほど教えていただいたデータからも分かるように、どんどんこれが伸びていく、倍ぐらいで伸びていくイメージもある中で、やっていない企業は少なくなっていくっていうのが今後の状況ですね。おっしゃる通りです。はい、ではこれが当たり前になっていく動画広告なんですけれども、成果を出すには何がポイントとなりますでしょうか。はい、ありがとうございます。ズバリでいくと、もうクリエイティブで差がつくとしか言えないかなと思っております。そうですね、こちらニールセンっていう調査会社が出しているデータになるんですけれども、クリエイティブのデジタル広告の購買貢献率、購買にこう寄与した割合みたいなところを出したところ、クリエイティブが 47% で1位でしたよと。ほぼ半分。はい、ところが出てきていて、先ほども申し上げたようにクッキーレスとかが加速するので、どんどんターゲティングとかのこの割合ってちっちゃくなっていくと思っております。なので、ここのクリエイティブ以外ではなかなか差がつきにくくなっているっていうところが見えておりますね。どんなクリエイティブがいいんですかね。よくあるケースが CM 数百万円で作ったから、これを Facebook 広告にも出してみようとか、YouTube にそのまま流してみようっていう企業さん多いんですけど、ただそれだけだとなかなか成果が出ないっていうところになって。そうなんですね。なんか結構やっぱ CM はクリエイティブをこだわって作ってるって印象があるので、はい、企業としてはそれを使いたいっていう気持ちももちろんわかるんですけど、やっぱそれではダメなんですね。そうですね、そのままっていうのが良くなくて、やはり媒体に合わせて作り変えていくっていうところが重要になります。ざっくりとクリエイティブいいものを作ろうと思うと難しいんですけど、この2個に分けていただくと良いかなと思っていて、誰に何を伝えるかっていうコンテンツ内容の部分と、どのようなデザインで配信面に最適化していくのかという届け方の部分ですね。この二軸で分けていただくと良いかなと思っております。なので、CM とかですと、かなりこちらはこだわられてたりするんですけれども、例えば Facebook 広告に出すとなった時に CM そのままだと右側の観点が落ちてしまっている状態になりますので、右側のデリバリーもしっかりと気をつけていくっていうのが重要かなと思っております。テレビでの見せ方とも Facebook での見え方っていうのが全然違うっていうことですね。まさにおっしゃる通りです。うんですね、ただこの配信面への最適化っていうところできていない企業さんが 92% というところで、まあ、気づいてない企業様の方が多い。そうなんです。はい。おっしゃる通りです。Facebook さんが、こう、動画広告を押していきたいっていうところもあったりして、こういう動画広告にしてくださいっていうベストプラクティス出していたりするんですけれども、これを守れずに配信している企業さんが 92% になっている調査も、弊社で行っていたりするので、ここは気づいていなかったりとか、気づいていてもできていないっていう企業さんが多いのかなというふうに捉えております。Facebook で出している、この出し方をすれば、ユーザーも見やすい、目に留めてくれるっていうことですもんね。あ、おっしゃる通りです。別のところでも頑張って作ったコンテンツがあるから、それをそのままちょっとサイズ違っても、みたいな感じで、やっぱり気持ちもわかるんですけれども、やはりこれに従うのがいいということですね。そうですね。まずはここから始めていただくと良いかなと。ちょっと例もお持ちしたので見ていただけるとありがとうございます。思うんですけど、例えばこちらのクリエイティブですね。左側が撮影もしていて、ちょっと作り込んでいて、あ、良さそうって一見思うんですけれども、このクリエイティブ見たときに、これ、キャンプ場なのか、テントなのか、焚き火台なのかって何のクリエイティブかわからなかったり。最後に何売りたいのかがわからないですね。おそらくナレーションが入っていたと思うんですね。なので分かっていたのが、ナレーション、ほとんどサウンドオフで見られる媒体だったりするので、ここがサウンドオフだと伝わらなかったりみたいなところがあったりします。なので Facebook に合わせて作ると、もう少しこうテキストでしっかり補足してあげたりですとか、あとはサイズも横長だとちっちゃくなってしまうので、なるべく大きな面を取れるように正方形とか4対5、みたいな縦長のクリエイティブを作るのが良かったりします。ありがとうございます。最初の方に砂川さんもおっしゃってましたけれども、動画を作る、撮ったりするのにハードルが高くて取り入れられないっていう企業も多いと思うんですけれども、その点に関してはどう解消していけばいいと思いますか？そうですね。ハードルが高いっていうところでいくと、動画を作ること自体はもうどんどんハードル下がっていて、TikTok とか思い出していただけるとわかるかなと思うんですけど、誰でも動画作れて配信できている。っていうところなので、動画制作自体のハードルはかなり下がってきているのが今の視聴感です。はい。なので、作るだけでしたら、キャンバさんとか、キャップカットさんみたいな、
ツールを使って作ってみていただけると、あ、こんなに簡単に作れるんだっていうところはあるのかなと思います。ただ、当たる動画広告となると、ただ作ればいいというわけではないので、そこはちょっとハードルが、高くなってしまっている。こう、ナレッジを持っていたりする企業さんがまだ少なかったりするので、まあ、ここのハードルは高いかもしれないです。はい。動画の広告を作るために、まずはこれだけやっておいた方がいいということはありますでしょうか？たくさんいろいろやりたいことはあるんですけど、まずはこれだけでいくと、配信面をちゃんと見ましょうというか、出向先でどう見られるかを気にしましょうというところに行き着きますね。はい。先ほども事例でもありましたけれども、その Facebook でも元々の綺麗なこうクリエイティブを流すのと、何を伝えたいかわかるものを出すのかっていうので、そういうクリエイティブの見せ方が全く異なるっていうことですね。そうですね。それを Facebook ですとか、YouTube ですとか、様々な媒体でどう見られるかをまず確認すべきと。おっしゃる通りです。よくあるのが、あんまり TikTok を日常で見ていない企業さんが TikTok ただ流行っているから出していこうって、そこから始めてしまうケースあったりするので、まずは媒体を見て、どういうタイミングで広告がどういう形で出てくるのかみたいなところを、まずは見ていく。で、可能であれば、競合さんのクリエイティブとかを、ちょっとその媒体で探していただけると、どういうクリエイティブが良いのかっていうところ見えるのかなというふうに思います。ありがとうございます。やはり自社がこれが始めようとする場合は、自分自身がユーザーになって、どういう広告だったら気になるかっていうのを知っていくっていうのが大事ですね。おっしゃる通りです。ありがとうございます。ただそうは言っても、早く成果を出したいとか、すぐに広告どんどん進めていきたいっていう会社がある場合は、やはりパートナー企業ですとか、リチカ様とかに依頼するのがいいんですよね。そうですね。ここら辺のナレッジ、弊社とかも貯めてきていたりはするので、その持っているパートナー企業とか、うちとか、内さんとかに相談いただけると良いのかなというふうに思っております。ありがとうございます。早く成果を出したいって方は、ご自身のパートナー企業様ですとか、今回、リチカ様でも動画の広告の作成の方のサポートなどもされていますので、ご興味のある方は、概要欄の方に URL を貼っておりますので、ぜひそちらご覧いただければと思います。今回お聞きして動画、まだ取り入れてる企業は少ないですけれども、今後伸びる市場、かつ、若い世代は当たり前のように使っていますし、今後当たり前のように企業も取り入れていくべきものだということが分かりました。動画広告ですね。それぞれの出向先でどのように見られるのか、ちょっと私も注視して見ていきたいと思っております。次回もですね、リチカの砂川様をゲストにお迎えして、当たる動画広告の作るために、クリエイティブとして実際の成功事例なども加えて、少し深掘りしてお聞きしていきたいと思っております。後半もぜひご覧ください。砂川様、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは、内流経営法をベースに、企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。